ザ・火曜ロッカーズ古川の火曜の夜はロックしよう。本日2月14日ハッピーバレンタインなのか、今ハマってるチョコレートはオランジェットです。はい、第2火曜日ザ・カヨロッカーズ風花です。第2回目、先週はね、簡単な自己紹介とかさせてもらいましたね。2回目ですからね、近況報告交えて、まあつれづれ振り返っていこうかなと思います。今月もよろしくお願いします。今年も早速ちょこちょこと遠方へお出かけさせてもらいまして、すでにね、今年の初ライズはね、1月15日ザ・カヨロッカーズで栃木県宇都宮行ってまいりました。地元とかね、そんに関わりのあるカバーバンドさん、コピーバンドさんとかがたくさん出てらしたイベントで、ザ・カヨロッカーズゲストでね、呼んでいただいてやってきましたよ。みんなそれぞれ愛が半端ないからさ、幸せなひとときですよ、本当に。衣装も完コピだったりとかさ、思想とか考え方とかね、もうコピーしていくわけじゃない。音楽ってすごいよね、いいよね。純粋にこうキラキラしたものをたくさんもらいましたよ。そんな年のスタート切りましてね。で、先月の終わりには風花さんソロで、セッションとかライブにも参加させてもらう日もありまして、いやもうこれがまたさ、結構な振り幅の 2days だったんで、ちょっとその話もしようかなと思ってますね。1個目はね、ギタリストのこう博多めぐみさんのライブで、もう素晴らしいホーンセクションとパーカッションまで入った王女大編成のねライブでね、でボーカル要員で行ってきました。スライ&ザ・ファミリーストーンとか、あとね、なんかファンカデリックなんかやったんですよ。ファンカデリックやるバンドなんか今ある？すごいよね。先月もちらっとお話ししたんだけど、私の原体験に近いんだけど、いわゆるファンクっていうのが私の高校とか学生時代をこうきらびやかに真っ黒に染めてたりしてましてね、聞いててもう衝撃を受けた音楽の一つであるんだけどさ、当時からもそうですけど、なかなか歌うと思って聞いてないからさ、いつやろうっつったってなかなか難しいしさ、保温とかも入ってるし、自分がその実演体験できると思わなかったから、あれができるのかみたいな、もうワクワクしちゃって、実際ステージやりましたけど素晴らしかったな、めちゃくちゃ楽しかった。ダンス・トゥ・ザ・ミュージックの中でも心から、いやたまらなかったな。ライブがね、初めて行ってお客さんもいたって聞いてるし、みんな本当盛り上がってくれて、ライブの楽しみ覚えて、ね、持って帰ってもらったらいいなって思ったし、いいライブだったと思う。で、そう、翌日、そう、もう翌日なんですよ。午前中には飛行機に乗って、秋田県は由利本荘というところでね、がっつりハードロックとメタルをね、やりに行ったんですよ。16ビートの乗りから2バスの、ね、8ビートへの振り幅よね。1時間の飛行時間で体のノリを一気に入れ替えた感じでした。で、その由利本荘がきっとこの番組でも結構おなじみでしょ。淳さんもランちゃんもよくご存知でしょう。ドラマーの、マッド大口さん、そのマッドさんのセッションイベントに歌ゲストでね、由利本荘の主催さんから呼んでいただいて、で遊びに行かせていただいたんですよ。マッドさんは今までアンコールセッションとかでチラッととか対バンでとかでしかやったことなかったのだけど、今回初めてちゃんとっつうのかな、ご一緒させていただきまして、マッドさんのドラムでガンズとか、アイアンメイデン、それからあとパーソンズなんかもなぜかやりまして、地元のセッションメンバーと一緒にね、歌わせていただきました。ハードロックもそうなんだけどね、メタルもちょっとかなり燃えましたね。いろいろやってみたくなっちゃったなって。歌ってる最中の絵がもうメロディアスでドラマチックですごい広大だったからさ、歌ってる時の景色、音のあの景色はまた見たいかもなって思った。歌自体もさ、その男性ボーカルの歌なんだけど、キーは高めじゃない。で、高めで、私は、地声も、高くはないし、つうか低めなんかな、低くもないか、なんか変な声なんだけど、その裏に行かずにきつくないミックスというのかな、声帯通して漏れなく声出してるな、体使えるなっていう感じの音を出せるのが
その女性女の声ね。でキーがそのキーが出るのとは違う、出るからというかそれではなくて、男性のハイトーンはなんかキーは一緒でも当然女性と音色が違うでしょ。だから男性のハイトーンを意識した歌い方をしてみたら、うん、とっても気持ちよかったんですわ。ビブラートも深かったり早かったりが試せたりね。あとまたノンビブラートでこうスカーンとどこまでも通すとかね。いや面白かったんですよ。なんかまた別のちょっとスイッチが入ったかもしれませんね。で当然もうマッドさんのドラムはまたそれをね、歌をどこまでも乗せてくれるしさ、あの粒が綺麗でタイミングも盛り上がりも全てこうもう連れてってくれるわけですよ。いやー楽しかった、すっごい気持ちよかった。周りのねそういう大人たちは本当に素晴らしいし、こう音一つでいろんなものくれるからめちゃくちゃ本当ありがたすぎる。アンサンブルに乗せてもらう妙利というか、音が鳴るとねそれぞれにこう違う景色が見えるでしょ。曲によりよるのももちろんそうなんだけど、その時のその人の音で不思議なものでその都度その都度で景色が変わると、こうそこにいる自分も改めて見えるというか、自分の音もなんかまた新しく見えてくるみたいな、もうその瞬間に見えるものがあるっていうか、もう月並みすぎるんだけど、ライブはもうライブで切なも切ないよなと思いました。でそこで得たものはさ、ちゃんとこう持って帰ってこれるし、できっとゆっくりその持って帰ってきたものはゆっくり育てることはできるんだけど、だからそのためにもこう感じきりたい、なんかとにもかくにも瞬間に没入しきりたい、もう見過ごしてはいられないなっていうのをなんかめちゃくちゃ感じた2023年早々。伝わってるかな、伝わる伝わる、そういうことをもう本当にめちゃくちゃ感じるってことを感じたっていうね。いやもう振り幅激しくて楽しすぎる個人的2デイズだったんですよ。またそれをこう自分のバンドに、ね、持ち場に持って帰るのがね楽しみでさ、私なんかまだ歌ったことない曲の方がもちろん多いんだけど、歌ったことない歌をこうやるっていうのはとっても刺激的でね。それはつまりこうまだ行ったことのない場所行くみたいな、見たことないものを見る体験するみたいな感じ。聞いてた今まで聞いてたことある曲、聞いたことある曲も聞いてた曲もやってみるっていうのはやっぱ大事だなって思って、違うから好きで聞いてる曲もいっぱいあるし聞いてるし楽しいんだけど、いざさて歌うってなると解釈も変わってくるし、そもそもその曲における自分の立ち位置が変わるからさ、聞いてた曲は言われてたことだけど歌うってなると自分が言うことになるわけじゃん。もうそうなるとそりゃもう大違いだよね。よりこう自分ごとになってくるっていう。で今までもそういうのはやってたはずなんだけど、ちょっと新鮮にね痛感したっていうか、しみじみしたっていう体験をねさせていただきました。本当におかげさまで日々たくさんね思いをもらっておりますよ。もう噛み砕いて精進してるんだけどさ、まあ、もうそんなこんなをね次、いやー本当いっぱいもらったのでもう早くまず放出したくて仕方がないんだけど、そう放出放題できる貯金の機会がもうマイバンドザ・カヨロッカーズで今週末ですよ、うん、2月19日土曜日ね、ザ・カヨロッカーズね大阪ですけどライブがあります。なんかあらゆる もうロックミュージシャンが通っているロックライブは知る人と知る、ベガーズバンケットっていう大阪のねあの25周年の記念イベントがあって、でそれカヨロッカーズもね、お祝いに音を添えてまいりますよ。場所はなんか大阪は南堀江かのネイブで 2days のイベントだそうで、で私たちかザ・カヨロッカーズは2日目に2月19日になりますね、ロックしてきますんで、大阪までぜひ皆さんあの遊びに来てもらえると嬉しいですね。ちょっと早くライブやりたく仕方がないね。ちょっと仕込みたいものもあるんだけど早くやりたいな。ドキドキしますね、ドキドキしてます。3月にはね名古屋も行きますから、ワイルドフェス、ね、楽しみにしております。なんか今日すごい自己啓発語りみたいになっちゃったけど、もういっかいっか、全世界に向けてねこういうのは表明していきましょう。隠すもんなんか何もないんで、うん、有言というか公言実行だね。はい、公言して実行してまいります。今回はこの辺で、ザ・カヨロッカーズ風花でした。バイバイ。ザ・カヨロッカーズ風花の火曜の夜はロックしよう。